前髪動かしたい。こんばんは。こんばんは。もうちょっとだ。ちょっとハチミツの飴舐めていいですか。すみませんね、今日いっぱい話したのでちょっと喉いたわりたいで。こんばんは。みりんが8時をお知らせします。はい、今日は広島駅南口地下広場にて、はい、リリースイベントありがとうございました。寒かったですね。寒かったね。ごめんね、私がなんかまあなんか暑かったね、着ればいいからとか言っちゃってごめんなさい。だから普通の格好とかして来た方、ませんでした。そう、今日は寒かったです寒かったです。そう、寒かった、申し訳ないです。とっても申し訳ない。そう、なんかやっぱりこう室内というかだったのでちょっと寒かった寒かった。だからすみません、暖かくしてきてくれた方は私を信じなくて正解だったよはい、今日はですね、新衣装の9話目の衣装を着てのリリースイベントでした。私はだから真っ黒の衣装を皆さんの前で初解禁でした。そう、初でした。だから今日来てくださった方は初めて、ファンの人の中でも初めて私の9枚目シングルのお洋服を着た私を初めて生で見ました。ありがとうございました。
スタイル良すぎっす。嬉しい、ありがとう。優しい、みんな。そう、お顔が小さいねとか言ってくれたりとか、なんか初めましての方も多くって、あのすごい嬉しかったし、あとはあの前回の広島のリリーベブリですって方もいらっしゃったり、ありがとうって感じ。私まあ一面は一面で一面だねって感じでしたしね、どこまでもついてきてくれるねって。うんうんうん、そう、リリベ待ってたよ、ありがとう。私もすごく待ってましたね、ももちゃんもすごく楽しみにしてたって。そう、ももちゃんは今日リリーベ初だった。そう、確かにリアルでお会いするの初めましてとか、確かに確かにとか、なんかシュラムとか見てくださってる方とか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 、ありがとうございましたすごい楽しかったね、ありがとうございました。ツイートしますここじゃないけど、下に何にもないけど、はい、ツイートします。その前にちょっとまだあ、でね、そうなんです、コリラックマちゃんがアバターゲットなりました。ありがとうございます、コリラックマちゃん、ありがとうございます。これは皆さん、これはうん、コリラックマちゃんの行けるところまで行くっていうことで大丈夫ですか、それとも先にっていうか他のアバターをゲットしたいですか。コリラックマちゃんのアバターをゲットしたので、さらにもっとコリラックマちゃんを集めてコリラックマちゃんグッズをゲットするか、それとも例えばリラックマの方に行ってリラックマのアバターを狙いに行くか、まあでもそれはねえ、リラックマちゃんで行ってもいいですか。ここからは私のためになっちゃいますけど、ここまでもいいのですか。もう完全純滝野のためになりますよ。うんの？ああ、手がそうふわふわ飛んでて。ですか。ありがとうございます。じゃあここから先まだまだコリラックマちゃんを募集したいと思います。はい、ここで。ありがとうコリラックマちゃんいっぱい。ここで50万ポイントまで行くと、私がコリラックマちゃんの詰め合わせグッズがもらえます。あと20万ポイントです。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。この今まではアバターがもらえるっていうのは、まあ私ももらえるのかな、あれ私、みんながアバターもらえるっていうことだったんですけど、ここから先コリラックマちゃんをどれだけ
くださっても私がグッドもらえるかもらえないかなので、いいんですか。ありがとうございます。じゃあ引き続き、はい、うん、これラックマちゃん募集していきます。もちろん黄色い鳥とリラックマもあのゆる募集です。ゆるーく募集中です。うんうん、あ、タワーダメだからね。そう、タワーダメだからね。うんうん、難しいよね。コリラックマちゃんの単体のやつしか入んないってね。なんかダブルタワーとかタワーとか入ってたらもっともっと達成してそうなんだけどね。うん、難しいですね。ありがとうございます。今日もまた新しくチャレンジのところからあのまたギフトがもらえるのでぜひよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、そしてですね、固定ツイート、固定コメントになってますか。私のところはなってないんですけど、皆さんのところはなってますか。私のバスツアーってね、私10回に1回ぐらいなってます。私のコトレン旅のなってますか。ありがとうございます。私のことでんことこと旅、ことでんことこと旅、今勝手に聞いてます。ことでんことこと旅、締め切りが本日の23時59分までとなってます。はい、です。今日のお話し会とかでも、お話し会とかまあ特典会でも、申し込んだんだとか、いけるかわかんないけど申し込んだんだって言ってもらったり、すごい嬉しかったです。これはカニベにしたいので、ぜひみんなで神様になっていきましょう。神様も呆れるぐらいにね、神様も呆れるくらいに。ね、なんだろう、今日ありがとうございましたをツイートしたいと思います。あ、15分経ったので、まあちょっとゆるくゆるく、気をする心発売記念イベント広島、ありがとうございました。久しぶりの久しぶりの
ても楽しかったです。とっても楽しかったです。楽しかったです。9枚目の勝負今ね、はい、それでは行きまーす。行きます。私行きます。ツイートします。私ツイートします。行きます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1。いきます。それではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。えいあー夢の中では自由に。いいね。アヨン、シンジ、ヒットグッド、ハシケン、タカノリ、サジ、夢に向かって、トモ、トクリン、アツシ、なんやろ、ヒラヨシ、コサカナ、センキャベ、リツイート、ミンミン、ナオさん、シンちゃん、トヨちゃん、アッキー、オクちゃん、アユ、いきなりクエンスピー、マケドニアン、アルタイで夢に向かって、ヘシオヒーロ、コペン、ヒロ、カオプップなど、クリーミー、スランプくん、ユバ、ソラソラ、ケン、キャロット、34、アツシ、8月、コトロコナ。ありがとうございます。楽しかったね。香川から行ってよかったです。今日はリリーベありがとう。めちゃくちゃ楽しかった。お疲れ様。クリーミー、かっこいい。底冷えする寒さだったけど、心はバカバカになりました。ありがとう。ありがとう。リリビめっちゃ楽しかったよ。嬉しい。至近距離で可愛いユミリンに会えて幸せだったよ。衣装も髪型も素敵だった。ありがとう。ありがとうございます。今日は広島駅でリリースイベントがありました。はい。なんか本当はこれを私たちは瀬戸内7県でやってたんですよ。コロナ禍になる前はこんな感じで、そうなので、もうちょっと、もしかしたらもうちょっと経ったら瀬戸内7県でできるように、もっともっとこういうイベントができるようになるかもしれないので、はいね、いつかいつかいつかですね。そう、この広島駅南口地下広場っていうのは、
そう、こういう瀬戸内巡りとかリリースイベントをよくやらせてもらってる場所で、暗闇の時もやったかな、風を待つもやったね。大好きな人も私ここ出てたかな。そうなんです。そうだからね、またできたらいいな、ここの場所でね。大好きな人以来やね。そう、リリースイベント、こういう発売記念イベント自体が大好きな人以来だからね。そう、あ、そうそう、おなじみで、こういうイベントは最初にミニライブがあって、でミニライブした後に特典会って言って、まあ、お話し会みたいな感じのイベントがあるよみたいな感じです。リリーベは今日初めてでした。だからなんか3年ぶりとかだから、なんかそうだよね、なんかずっと来てくれてる人とかでもなんかリリーベ初めてとかね、なんか不思議だよね超不思議。とっても3年の月日はね、まだね、まあ、そう、楽しかったな。退院してきは3年4ヶ月ぶりね。なんかすごい、みんな久しぶりの方もまあ会えて嬉しかった、会えてない間こういうことしてたよとか聞けたりとか、やっぱりなんかリアルのイベントが好きなんだよねっていう方すごい多いから、そうだからね、もちろんこういうリアルのイベントをじゃあもっともっとやりたいって思ったし、あとはやっぱりオンラインになってもなんか変わらずに来てくれてる人ってなんかすごいなって思ったそりゃリアルの方が多分きっとなんかいいと思ってるだろうけど、オンラインに来てくれる人もそんな中でもなんかオンラインでもいいから会いたいって思ってくれるのはすごい嬉しいね。あ、近かったから焦ったな。そう、一応なんかアクリルのやつがあったんだけど、なんかリアルお話し会みたいに2メートル空いてるとかではなかったので、リアルお話し会よりはちょっと近い距離でね話しましたよかった。しかも今日はまだ声、そう、声援が解禁されてないから、ちゃんとみんな静かに、でもメラメラと思いながら聞いてくださってすごい嬉しかったね。ありがとう、いい人ばっかり本当に。そうなのよ、いい人ばっかりでした。うん、楽しかったな、うん、ねえ、まただから何かあったらね話そう。あ、そしてですね、ちょっと書いてないんですけど言えることが何個かあります。言っていいよって
って言ってくださったのが、そう、行こっかなって思ってる方も、行くよって方も、どうしよっかなって思ってる、それではですね、ことこと皆さん多分いっぱい気になっていることあると思うんですが、まずはですね、お昼ご飯タイム、お昼ご飯はこちらで、用意があります。食事は出ますので、お昼ご飯はお弁当を作っていこうかなとか、どこかで買わないといけないのかなとか思ってた皆さんは、はい、大丈夫です。こちらでお昼ご飯は用意がありますとのことなので、お昼ご飯の心配は大丈夫です。みんなの好きなものかはわからないけど、はい、大丈夫です。そこもプランに含まれてます、ちゃんと。はい、大丈夫です。そう、ちょっともうここまで来るのにお金を使っちゃって、お昼ご飯の気かなとかじゃなくて大丈夫です。そしてもう一個、このイベント限定でこうカメコタイムみたいなものがあるかもみたいな感じです。はい、なので、そう、まあなんか基本的に持ってきちゃいけないものみたいなのはないと思うので、なんかそう、まあそうなので、まあもし来るし、もしこれ使えたらこれ、持ってこっかなって思ってる方は、はい、ぜひぜひぜひ、カメコタイムがあるかもみたいなのを、はい、お知らせします。うん、そうなんです。詳細は多分なんかその詳細は出ます、当日かわからないけど、なのでちょっとめちゃくちゃ細かいことまでは言えないんですけど、はい、そんなことがあったりなかったりなので、すごいです、すごいねはい、ぜひなんか行くか迷ってる、どうしよっかなってことはぜひ参考にしてみてください。ぜひぜひ、ね、あ、高松何時に集合ですか。9時半集合です。あ、だから東京朝市の新幹線だと間に合わないかも
そういえばそうだね。そういえばじゃあもうサンライズで来るしかないかも。サンライズセット9時50分かな、10時かなの初の夜行寝台で来ていただいて、あ、夜行バスで行きます。ありがとう。それか、まあ、書いてないけど、なんだろう、ちょっと遅れて参加しますとかいいのかな、わかんない。その辺はなんか聞いてみたらって、聞いてみたらね、だってそうだよね、東京の方なんか途中合流が難しいのかな、こういうのってね。なんか7時の45分に高松駅に着きます。すごい、ありがとう。そう、東京朝一の新幹線ではね間に合わないね、関東勢は。そうだね、だからもう私がたまにやるんだけど、たまにやるんだけどって行けるとこまで行くっていうやつ、なんか私も例えば東京にいて次の日広島の朝一の仕事に出ない、朝一から仕事をしないといけないっていう時に、でも最終の新幹線に間に合わないスケジュール、間に合わない時間まで東京でお仕事があってっていう時に、なんかもちろんサンライズもあるんだけど、以外にも例えば名古屋まで行って名古屋で泊まって名古屋の始発に乗って帰るとか、もうちょっとなんか時間が早くて新大阪まで行ける時間があったら、広島までは行けないけど新大阪までなら行けるって時は新大阪まで行って新大阪最終に乗って新大阪の始発に乗って広島に帰るとかをよくやってました。もしそこまでしてもう行きたいって思ってくれるんだったらそういう手もあります。ただそう、なんかそれは一つの手段なので、そこまでしてこいっていうわけでもなく、なんかこうなんかそういう手段もあるよっていうことです。はい、だね、名古屋まで行ったら多分9時半は間に合うんじゃないかな、もしかしたら。あ、どうだろう、9時半って微妙か、マリンライナー1時間ぐらい乗るからね、どうだろう。あ、帰りは大丈夫そうかな。そうだね、帰りは帰りの時間はね、なんか書いてあったよね、夕方ぐらいには終わるみたいなので、帰りは大丈夫だし、もし本当にやばかったら途中で抜けてもらうっていうのも、まあ、可能だとは思います。はい、あ、ホテルはキープしてます。すごい、みんなホテルから撮るよねみんななんかコンサートとかもさ、まだチケットの受付とかしてなくてももうホテル取っちゃうよね、みんなって。すごい行動力。あ、飛行機パターンか。確かに飛行機パターンもあるね。香川空港、どれぐらいかかるんだろう。ちょっとかかるから30分、1時間ぐらいかかるのかな、高松駅まで。ねえ。あ、羽田発の飛行機高松空港に8時45分着です、だってなるほど、だってだからすごいよって、本当にすごい。あ、予約は早いほど安い場合もあるし、いや、なんかそれを思って取るじゃん、それがすごいんだって、それがすごいんだ。え、名古屋宿泊後始発で高松
9時18分着です。だってだって名古屋発名古屋発6時20分で間に合うみたいです。すごいすごい。だからまあ名古屋まで行ったらなんとかなるのか。攻めるね。すごいすごいだそうです。もし何か書いてるかぜひ参考にしてみてください。すごい。もう何かそこから組みたいよね。もう何か逆にさ、もうみんな東京から行く、一緒にギリギリついてみたいな。もうそっからツアーでなんか組みたいね。めっちゃすごい。そうだよね。なのでまあ究極もしお休みが取れるんだったら当日だけでも良さそうかも。東京の方は、うん、名古屋まで行けるんだった名古屋まで行けるんだったら当日だけで良さそうだし、もしそうお仕事終わりで多分東京の最終が8時だからって考えると8時ぐらいのに乗って岡山で降りたら最終のマリンライナーとか乗れちゃうんじゃないかな。それか岡山宿泊とかなのかな。すごいみんなすごいもう旅慣れてるね。ちなみにそう広島最終が8時なので8時の新幹線に乗れたらとりあえずは絶対岡山までは行けます。はい、あ乗れます。さすがさすがすごい、うん、ですね。マリンライナーは0時まであるの、あるよ。すごい。すごい。なのでもし2日間休み取れないからとか思ってた方はぜひ参考に見てください。当日は多分ね夕方に終わるので絶対当日中には東京の方は帰れます。北海道とかだとちょっと分かんないんですけど、はい、最終マリン23時43分発だって強いだって大変だ。大変だ。ね。みんな有給とかってさ、そんなすぐ取れるもんな。有給なの？有給なの？みんなお休み取ってくるっていうのは有給なの？その辺のが全然わかんなくって。有給なの？普通になんかあるの？有給を消費してるのみんなこういう時に有給は何日前からまでだったら取れるの？有給か振り替えか。へえ。お腹が痛いので休みます。それ会社の人困らない？大丈夫？そんなにすぐにはいろいろ頑張る第9
アイドルにも勇気あるなって。アイドルはね、アイドルは個人事業主という名の夢のメルヘンチックなわわわわわわなので、そう、アイドルは基本この給料云々じゃなくて、そう、みんなの夢のために活動しているので、そんな、そう、そんなものはそうないです。だから分かんなくって、そう、アイドルの世界には、そう、だってみんなは給料が夢と希望とかお花とか果物とかじゃないでしょ。そう、私たちはそんな感じだから、そもそもみんなとちょっとなんか活動お仕事の仕方が違うので、だから私もなんかこのなんか有給とか代給とかが、そう、ちょっとわからない、わからないの、ほえって感じ。なの、そう、会社員ではないんです。違います。アイドルはアイドルです。はい。アイドルはアイドルなのでアイドルです。アイドルは会社員でもなくアイドルです。困るよね。私、そう、こういうところではさ、アイドルですとか言えるけど、ちゃんとした書類に職業を書くときにめっちゃこれどうし、私なんて書いたんだろうな、結局なんて書いたんだろうな、なんかそう、アイドルなんて書けないよ、そう、なんて書いたんだろうな、あ、警察に職業を聞かれて、でも警察の方に職業を聞かれて、それはアイドルです。自営業って自営業なのかな、その時なんて書いたんだろうな、うん、そう、まあでも私別に大丈夫、マイナンバーカード持ってるから。マイナンバーカード持ってるからちゃんと身分を証明できるので大丈夫です。ん？アイドル？ちょっと身分を証明してくださいって言ってもちゃんとなんか身分は証明できる、そう。マイナンバー、そう、私免許を持ってないから顔写真付きのその本人確認証っていうのがマイナンバーカードしかないです。そう、みんなはさ、その車の免許とか持ってたら、そう、免許証でいいじゃん、本人確認証をくださいっていう時に。保険証は顔写真ついてないから、そう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 、だからその顔写真付きのってなった、私いつもパスポートとかになってたんだけど、そうなの、マイナンバーカードがあるから、マイナンバーカードで身分が証明できます。うん、免許はね取らないですね、うん、取らないな。なんかもし例えばだけど、じゃあ妹の企画で滝野の免許企画をやりましょうって言われたら、あ、じゃあ取りますってなるけど、自分で取らないかも。なんかやっぱりこの活動してるとなかなか
自分のスケジュールが分からなさすぎて、多分ね自動車学校とかなんか多分絶対通えないんだよね。うんうん、っていう言い訳です。一個の言い訳なんだけど、そう、とってもとっても言い訳なんですけどそうなの。だからなんか何かしたいなと思っては、で分かんないなっていつもなっちゃって、なんかなかなか新しいこととか、いやなんかやりたい、あ別に免許は取りたいんだけどっていうわけじゃないから、私そう別になので、私はそうなんか後部座席とか助手席とかに乗れたらいいのでそうなの。あ、免許は学生時代の伸ばすとなかなか、え、そう、私も高校3年生の時に周りの子は結構通ってたんですよ、その自動車学校に。やっぱり山口いると車が割と必要だったり、うん、するし、同じに取っとこうって結構みんな取ってたんだけど、私はなんかそう広島にもう、まあ、広島に行くことが決まってて、広島大学受かってるからね。で広島で私は多分車を使わないから、このタイミングで免許を取っちゃうと私はペーパードライバーになっちゃって、免許持ってるんだけどみたいな感じになって、しかも私すぐ忘れちゃうから、本当にすぐ忘れちゃうの。なんかこれで運転の仕方を忘れたらちょっと怖いじゃないですか。だからあのそうっていう言い訳に言い訳を重ねて取らなかったですあの実家とかだったらいいけど、広島に来てもしなんか車持つんだったら、じゃあなんか駐車場の料金もみたいなでし、そもそも車が多分持てないしその時点でとかなっちゃうから、うん、そうなの。大学の前の友達は免許取ってたりした。あ、うん、大学の私の友達もみんな取ってなかったかも。なんか広島はなんかそう路面電車市電もあるし、なんか取らなかったっていう人多かったかも。確かにそう、うん、だね。そう、運転する機会が、そう、所属してみたい資格とかあります？え、私すごい最近なんか取りたい資格があって取りたい資格があって、あのそうなの。これはなんか私はなんかこれを取りたいなって思ってるだけで、じゃあ多分こっからなんか始めると多分なんか半年とか1年とかめっちゃ時間かかっちゃうと思うけど、だから多分すぐなんかお知らせとかできないと思うけど、なんか一個ね取りたいね資格があるんですよ。そうだから今それについてね結構ね調べてる。なんか割とどれぐらいで取れるのかとか、まあなんかおいくらぐらいで取れるのかとか、あとはやっぱりどれぐらいなんか勉強しないと取れないのかとかね。やっぱりなんか私はこの活動がもちろん第一なので、そのなんか傍らになるから、そうだからね、うん、
果たしてじゃあそれを撮りたいって勉強始めて撮れるものなのかみたいな感じで今いろんなものを調べて、まあ、寝る前とかにちょっと調べて、うん、あ、なるほどね、で、ね、似たような資格が何個かあって、だからこう資格っていうかなんかあるじゃないですか、ここのなんか企業が出してるこのなんかやつとか、なんだろう、そんな国家資格とかじゃない、国家資格とかじゃないです、そんなそう、なんかそうなの、なんかそう、だからどれが一番なんかちゃんとしたっていうか、ちゃんとしてないわけじゃないけど、世間一般的になんか通用するのかなとか、いろいろ、見てます。そんな大層なものじゃないので、なんか全然ですよ、ちなみにみんな何の資格持ってますかみんなはなんかそう、なんかの難級とかなんちゃら、なんかそう、みんなは何の資格持ってるんですか。あー、簿記、駅2級、すごい、駅1級、すごい、あ、危険物取り扱いね、教員免許、フォークリフト、すごい、船舶免許、空手、エネルギー管理士、柔道初段、すごい、防火管理者、すごい、なんか博物館、学芸員、電気工事士、衛生管理、ドッグ検定、溶接、情報処理、剣道2段、すごい、食品衛生管理士、いいね、宅建、弓道、剣道、フォークリフト、大型自動車、小中教員免許、キャリアコンサルタント、クレーン作業、うわすごい、みんないっぱい、もうなんかみんなでなんかできそうだねみんな集まってなんかできそうじゃないすごい、みんなありがとうございます、教えてくださって、ありがとうございます。できちゃうね、だからさ、ここで聞くとさ、割とそれに近いしい人がいるからなんか答えてくれたりするんだよね、すごいよね、ありがとう、どうもありがとう、
私も一応書道は、段まで行ったのかな。なんか皇室と書道はなんか今全然できないんだけど、できないんだけどってなんか小学生の時に2、3年習ってて、なんか、なんかね、もうすぐ忘れちゃう。やってる時はさ、なんか書道でどうやって9とか取るの、みんな一緒なのかな、なんか私がちょっとみんな一緒だったら一緒って言って、私が習ってるところはその書いて先生のとこ持ってって直されて、書いて持ってってを繰り返して、なんかその日の OK をもらったのをが3枚ぐらい出たら帰れるので、それをがなんかどっかに提出されて、それでなんかこの人は1個上がってもいいなってなったら、そのなんか毎月そのなんか本みたいなのがあるんだけど、それに名前の上になんか20丸とかがついてたら、次の月から1個上になるの。合ってる？みんな一緒？みんな一緒だった？ほぼ一緒かも。あ、それだった。みんな本にさ、なんか20丸とか載って上がってた。で、何にも書いてなかったら別にその上がりもせず下がりもせず別にそこにとどまるっていう感じ。あ、じゃあなんかそっか、3枚出して3枚 OK が出たら、それを私は先生のとこに持ってって、その3枚の中から先生が出す1枚を選ぶんだけど、それじゃないやつは2枚は持って帰るのよ。私が花丸ついたの、なんか3枚中1枚先生が持って帰るけど、その2枚はなんか花丸とかつけてなんか戻してくれるの。だから私のところ行ってた書道のところはうまくいけばめっちゃ早く帰れるけど、調子いい日はめっちゃ早く帰れるし、調子悪い日はもうなんか何時間経っても帰れなかったっていう感じ。あ、そう、オレンジの筆で直されてた。で、皇室の時はさ、赤いペンで直されてたの。なんで習いに行ったかっていうと、その時引っ越してきた家の近くに書道教室があって、歩いて行ける本当に徒歩数分みたいなところに書道教室があって、あるから体験で行って見ないって言われて、お母さんに、でお姉ちゃんと行ってたんだけど、それがなんかもう体験じゃなくって、もうなんか1回目だったのかな。だから私はが体験だと思って行ったら、もうじゃあ次来る時はみたいな話になって、なんか自分は別になんか
体験だと思って行ったのに、なんか次の話されちゃって、でも私そんななんか、いや私体験できたんでみたいな感じとか言えないから、もうなんかすっごい人見知りだし全然意見言えないし、なんかもう流されちゃうか、はいはい、あお母さん実は申し込んで、だからそうママはもう多分申し込んで行かせてたんだと思う。そうなの、からそっからそれが行き出したきっかけです。やめたのはその中学生になって吹奏楽部入って、やっぱ部活しながらだと通えないから、そうやめました。お姉ちゃんが多分、お姉ちゃんも吹奏楽だったんだけど、お姉ちゃんがあの吹奏楽入ってその人と習いに行ってっていうのがやっぱり時間的にできない、部活終わるの遅いし書道教室閉まるの早いしでなかなか通えないからっていうのでやめてたから、私も必然的にこの中学上がるときにやめました。そうだから全然私はね、なんか小学生のときにちょっとやってただけだから、すごく上手とかではないです。ペンによって私はなんか書ける字が変わるな、なんかペン大切だからね、ペンすごい家にいっぱいあるので、小学生の時からバレエとかバスケとかサッカーとか野球とか習ってる子いたけど、うん、習わなかった、私は行かなかったの。その小学生の時に、私は中学生になったら吹奏サックスを吹くために吹奏楽部に入るって決めたので、そう決めてたから、そうなんか吹奏楽部に入ってサックスやったんじゃなくて、サックスやりたいから吹奏楽部に入ったの感じです。はい、そんな感じです。あ、ちょっと一個返信しよう。あれねえ、私ささっきのさ、ことことねえ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 、私さっきのさ、ことこと詳細っていうメールさ、あれ私のこれがなんかな、ちょっと待ってね、画像ん、あ、画像来てた、画像来てた、んう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 ん、何でもないとです。画像が読み込められなくって、なんか私画像貼ってなかったっけってなっちゃった。そして昨日インスタも更新したので、よかったら
今インスタストーリーを更新した。とはリリビありがとうございました。友達と上手にやらなくちゃ、もっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。ちょっと再度琴伝の告知。ちょっとインスタのストーリーにあげるね。ちょっとリンク貼って申し込み本日です。はいはいはい、はい、インスタストーリーね、かっこいいですよね。とっても今日曜日なのか、うんうん、私ねインスタねもうね来週載せたい写真も決まってて、果たして来週更新ができるのかな。今日2月の、あーはい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 、土曜日があれか、生放送か。なるほどね。ほんだらうん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 、そしたらなるほどね、はい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 、はい、ちょっとショールーム自体が3月入ってできるかがあんまり分かんないかもって感じだった。ごめんね。お、クリラックマ35万ポイントだって、すごい、ありがとう。コリラックマ
募集中です。ありがとう、コリラックマしてくれる方ありがとうね。え、すごくない？あと15万ポイントだって。純粋に倍じゃないもんね。確かに30万ポイント20万ポイントだもんね。あ、そう、今のうちに、そう、今のうちにショールーム行かないと。泣いちゃう。忙しい時こそ体調気をつけて。優しい、ありがとう。気をつけます、もちろん。ありがとう。そう、ありがとうね。そう、ま、だからこそもちろん配信は無理してないから大丈夫だよ。ありがとうね。今日リリー本当に楽しかったな。楽しかったな。あの衣装かわいいよね。ふわってしてさ、どう？私あの衣装で、もちろんなんだけど、あの衣装で息をする心以外を今日初めて踊ったんですけど、もちろん私たちはあ、踊りやすい、ね、こう裾がスカートが長いと座った時とかになんかうわってスカート踏んじゃったりとかしちゃうかも。あとはそうだね、そうそうそう、あの衣装はユミンのスタイルが際立つ系よき、ありがとう。そうなの、みんなちょっと、みんなって特に私なんだけど、あのなんかスカートの裾踏みがち、あの座った後、座るふりの後は感じ。そう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 、いやいや、あ、何か機会があれば白の衣装の姿も見てみたいな。確かに確かに確かに、いいね。で、私あれね、今回の衣装はもちろんなんですけど、私たち全部みんな特注なんですよ。みんなのそれぞれの身長に合わせて作ってもらってるし、肩幅だったり手の長さだったり、まあ足の長さだったり、こう腕の太さだったりとか、そう、全部その子に合ったサイズしてくれてるんです。そうね、そうそう、だからもしこれなんかももちゃんとかが私の衣装着ちゃうとすごいなんか大きくなっちゃう。そう、そう、フリーサイズじゃないんで、そう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 、フリーサイズじゃないんですよ。なんか私はなんかちょっとね、それの部分を長く作ってもらってます、いつも。
あ、一番手が近いのはアカリンかな。うんうん、そうそう、ヘルプで代打とか。それは私もだって AKB さんの選抜の時とかは AKB さんの衣装とか着る時は新しい衣装じゃないやつで、結局どなたかの衣装なので、それはその身長とかサイズが近い方の衣装を借りる、お借りすることが多かったです。選抜じゃない子ももらえる。あ、もちろんあれですよ、今回の制服衣装もみんなそれぞれ自分のサイズのやつですよ。ねえ、そうなの。キリギリス人もそう、ちゃんと私たちの例えば採寸したやつを見て作ってくださってます。うん、が作ってもらう衣装は全部なんかだいたいこのぐらいでいっかじゃなくって、なんかちゃんと私たちにね合わせて作ってもらってる。あ、しのぶさん大変そうだよ、すごい方なんだよ。あんなに衣装いっぱい可愛い衣装あるのに、どんどん全然違う可愛い衣装があるじゃないですか。可愛い衣装、あ、この衣装とこの衣装めっちゃ似てるねとかじゃなくって、ちゃんとなんかその衣装のコンセプトがしっかりあって、全然違った良さの衣装がもうバン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 あるじゃないですか、AKB さん。なんかめちゃくちゃすごいんですよ。そう、しかもなんか STU はあの、そう、みんな同じ衣装だけど AKB さんはちょっと形が違ったりする。例えば足短パンの衣装とかロングスカートの衣装とか、人によって衣装の形が違って、それは例えばだけど、じゃあなんか指原さんは足がすごく綺麗だから足を出す衣装にしようとか、でこの方はじゃあすごくくびれがすごいからちょっとお腹の部分をこの人だけ出そうとか、なんかちゃんとなんかそのメンバーさんに合ったこの子はこうだからみたいな感じで考えてくださってたりするんですよ。すごいですよね。うんうんうん、そう、あ、そうそう、だからそうそう、だから形がそう全然違うです。衣装、同じ選抜の衣装とかでもちょっと形が違ったりとかするよね。それすごいなって思います、いつも。うん、ね、そう、本当にすごい。だからこそなんかこのシングルの衣装を着てみたいとかもだけど、なんかなんかこのシングルのこの人の衣装を着たいとかが多分なんかあるんじゃないかな、みんなね。すごいよね。
き蛇。いや、そう、なんかあの映像のお芝居とその舞台のお芝居の違い、そう、見てて、そうだよねって見てたそう、すごいよね。お弁当ってすごいよね。確かに主役の方差し入れ、すごいな。事務所のお金で。ね、レミで見に行きたいんだよね。レミゼラブル。差し入れはね、私差し入れ取れなかったやつとかはね、持って帰るいいんですけど、あ、ちょっと割れちゃってるかな、ちょっと割れちゃって、ちょっと割れちゃって、キーバくん、これあの、ゆなゆながこの前差し入れてくれたやつ、チーバくんのピーナッツバターサブレー、あ、大変、チーバくんです、いただきます。くんになってる、確かに油と思ってるよ、ちゃんと。柔らかすぎず、すごいサクサクする感じ。
そうさまでした。良いね。あと2つ。改めて私の電車旅のイベント、ファンクラブイベントみたいな感じかな、ね、STU のだ、はい、本日までです。申し込みがぜひぜひぜひ、いつか個人のファンクラブとか作った時にもやりたいよね。このこういうのね、やりたいよね。いちごが食べたくなってくるね。ありがとうね、いっぱい。本当にすごい。リラックマも10万ポイント書いてる。これリラックマは、あ、これリラックマ、これリラックマってこと。黄色い鳥も10万ポイント書いてる。こうやって量、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。よいしょ、よいしょ。チョコ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 、あ、そうそう、ハーフアップです。ハーフアップ
したいね。とかどうしよう、私明日配信できます、でも明後日配信ができる、明後日し明後日、なんかなんかですね、もしかしたらなんか明後日し明後日配信ができるか分かんなくって、できたとしても、30分とかかな、あまり長い時間配信できないかもしれない。ごめんね、その後3日、そうなの、そうなんだから言ったのよ、なんかイベントのこのね、そうキャンペーンのなんか期間中からいっぱいなんかね来てたと思ったけど、なんかそう、カカオこれ高校今もなんか私がすごい食べてるのみんなも知ってると思うけど、これ高校生の時にもねすごい食べてる、高校の時、ちょっと苦いのこれ、ついてんのかなこれ。そう、なんか逆にチョコレートはね。これぐらいカカオが濃かったら逆にすごい体にいい、健康にいいんですよ、あ、そう 72% そうだから全然甘くない、甘くないやつこれ、全然甘くないの、あ、そう、ポリフェノールたっぷり、そう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 、ポリフェノールたっぷり、あ、1万人超えてる、ありがとうございます、ありがとう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 ね、酒のつまみにチョコ食べるの好き、へえ、ユキだね、それはユキだね、
日もあるので、昨日昨日はね、でも昨日は昨日何時くらいまで配信したっけな、11時過ぎか、11時半前には終わってたよね確かね、半前に終わったよね。お風呂ためて、お風呂行って、あ、昨日はね、そうゆっくり寝れました。私ゆっくり寝させていただきました。そう、ありがとう。昨日、なんか今そうでもないんだけどね、なんなんだろう。昨日で寝ようと思って電気消してテレビも消して寝てたら、なんか一定時間行って、なんかカカ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 ってなんか空気清浄機が言ってて、でもずっとじゃなくてカカ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 ってしばらく行った後すやーってなって、で、ああなんか止まったの、でまた忘れた頃にまたカカ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 って言ってて、やりたいなーって言って、トマタスやーってなって、でまたガガガガガガガってなったから、うまーと思って、なんか空気清浄機を消して寝た昨日は。そう、加湿器と空気清浄機一緒になってるやつなんだけど、なんかそうって寝て、でも全然壊れたとかじゃなくって、いびき、確かにいびきかいてるのかな、なんか今つけてるんですけど、私ずっと家帰ってから一回も別にカカカカカってなってないんですよ。そうなの、そっか、いびきかいてたのかな。確かに空気清浄機も寝てたのか、夜中だったしな、しかもずっと言ってるじゃなくって、なんか言ってまた静かになって忘れた頃にまたカカカカってなる、だからなんかしてる時にその音が鳴るのかなって思ったんだけど、もうずっとなんかそれ繰り返してた。でも今鳴ってないの、だから多分寝てたんだと思う、多分寝てました。空気清浄機今起きてますね、起きてるよね、起きてるよね、起きてる。今 60% 60% 加湿されてます、ちゃんと加湿されてます。すごいな、私結構なんか結構普通に窓開けて空気の入れ替えするんですけど、そうするとね一気にね減るの、何パーが30何パーとかに一気に減っちゃうから、なんかやっぱり外は乾燥してるんだと思う。ねえ、
つ舐めていいですか。今日めっちゃ喋ったな、本当にめっちゃ楽しかった、めっちゃ喋った、めっちゃ楽しかった。なくなった。私がずっと9月から食べてた蜂蜜飴がついになくなっちゃった。美味しかったな、岸川の蜂蜜飴。美味しかった。なんでビジットやるだって、早くディズニープラスのやつもらわなきゃな、早く見なきゃ。ディズニーいっぱい、またもらったら言うね。あともらってないのは、あ、アバター書いとこ、そういえば。コリラクマ、あ、コリラクマアバター。あ、え、カニ肉もらってないかも。1月4日から11日のカニ、オア、肉。そう、全部メモ。そう、やっぱまだだよね、まだ。しかもなんかど、なんかまだそう、この前もらったのは旅行のやつだけ。もらってないの。まあでもまだなんじゃない。これでさ、次の押し始めキャンペーンのさ、パンダからのタオルプレゼントが先にもらったらさ、あ、そういえばって言ってみるね。そう、順番的に。そうだね、まだ多分今ちょうど1月のイベントもらってるかもらってないかぐらいなんだと思う、きっと。だって12月のやつは手もらったから、うん、ね、あ、取りに行ってるのかな。え、確かに取りに行ってるのかな。私はね、カニにしたいね。確かカニにしたって、カニにしたってみんなに言ってるだけだけど。ごめんね、一瞬止まったね。ごめんね、私が 20% になっちゃった。私が、ごめんね、生きてるよ。あ、忘れたとは言います。あ、だ、全然大丈夫、まだ順番がまだなんだっけ、だから大丈夫大丈夫。これは私がちゃんとまだ、ちなみにそれ以前のやつは全部もらってるので、ちょっと丸ついてるので大丈夫。今もらってるかもらってないかぐらいだから。そう、
ただチューブ1ヶ月前とかの話だからね。クイアクマ3ポイントだな。めっちゃみんなクイアクマくれるからすごい。もう37万ポイントだってすごっ。ありがとう。40万ポイントとかいけそうな今日だよね。ありがとう。そうだな、今日はスチーマーして寝ようって思ってる。水入れとこっかな。水もうないのか。ここに新しく釣っていかないと。最近ちゃんと清水水でやってるのよ、スチーマー。清水水合ってる。清水水あ、そう、清水水、そうそう。あ、どうやってコリアックマを一回ルームから出て、でそしたらメニュー一覧みたいな、左の上3本線のとこ押したらメニュー一覧みたいに出てくるんだけど、そこのチャレンジっていうところを押すと、あのアバターもらうみたいなのが、あ、なんかギフトもらうみたいなのがあるので、そこでギフトをもらいます。ほんでまたここに戻ってきて、それを投げます。あのリラックマのギフトの中に紛れてるよ。そう、紛れてます。顔のやつがもらえます。いってらっしゃい。まだ分かんなかった。戻っておいで。クラッカーも募集っていつまで？1日まで。来てくれてる、ありがとう。いっぱい溜まってたりするでしょ。意外とよくね、配信来てくれてるとね、結構溜まってるんだ。そうね、結構溜まってるでしょ。そう、清水水でやってるね。ほんと清水水がいいんだよね、チーム。
そしてはい、リラックマもそうですけど、私一回切れたから表示されてるこの滝の言うこと行くことで電車旅3月9日香川県で開催、申し込み本日23時59分まで、詳しくは滝菜のツイッターまで、固定のやつぜひぜひ。そう、まだ全然間に合う、うん、全然間に合うよ。あ、これダックマってこれか。そう、茶色いクマがリラックマ、白いピンクのリボンしてるのがコリラックマで、黄色い鳥はね、そのまんまなんです。もちろん無料ギフトのチャレンジのところのギフトをくださってる方はもちろん全部ゆるく募集中なので、よかったらありがとう、全部くれてね。面白いね。ね、面白いね。ありがとう。ありがとう。みんなもらってきてくれてる。ありがとう。ありがとう、みんな。もらってきてくれて。ギフトの季節ってところの下にかける10ってギフトがそれです。まあかける10だったら10個持ってますよってことだし、5だと5個持ってるよってことだし、アイテム取りに行きました。あ、ありがとう、すごい、ありがとうね。意外とね、ずっと見てくれてる方、ね、ショールームむずい、ちょっとむずいよね。わかるね。でもそれを使いこなしてるみんなすごいよ、本当に本当にすごいよ。そう、ちなみにかける5とかかける10とか書いてるギフトをギフティングしてもみんなは何もお金を払わなくて、お金ゴールドとかは何も消費されないです。ただ何ゴールドとか書いてるギフトをギフティングするとゴールドが使われちゃうので気をつけてください。はい、有料アイテムになります。そちらはかけるなんぼとか書いてるやつだけがそう無料ギフトです。あ、リラックマンが来ました、ありがとう。そちらいたいのがリラックマン、ここリラックマンが黄色い鳥か、黄色い鳥ですね。
昨日の夜嬉しかったことは、いきなり昨日の夜嬉しかったことは、なんかツイッターで見てこれめっちゃいいよみたいなやつが、おーそれめっちゃいいじゃん、そういうそんなのが欲しかったってなったやつがあって、それがちょっと前にねなったやつがあって、それがやっぱりツイッターでもそのえめっちゃいいじゃんみたいになってたから売り切れてたのよ。そうだよね、あれだけなんかリツイートとかされてたりとか、なんかみんながいいって言ってたらそりゃ売り切れちゃうよなと思ってたやつが、昨日の夜見たらまた在庫が復活してて、お買えるようになってるって、確かになんかそのわすごいってなってからちょっと経ってるからなって思って、そう、昨日の夜速攻で買った買った、なんかホテルに泊まる時とかに確かにそれが、うん、あったらすごいいいなって思ってたやつで、そう嬉しい。やっぱりなんかみんなが欲しいのってなんか売り切れちゃったり売り切れてちゃったりするから嬉しい。またなんか届いたら、届いて見せる機会があったら見せるね届いて見せる機会があったら、ね、です。あるあるね、ね、そう楽しみです。あれ明日って27日、あ、2月終わっちゃうけどパネル申し込みまだなのかな、そうじゃん、そうじゃん、絶対あれだよ、なんか発売日が伸びたからって言ってなんかなかったことにされてるやつだよ。発売日伸びる前だもんね、あの2月上旬に、2月上旬だっけ、2月中に上旬って書いてるね、2月入ってからみたいな感じなっちゃうね、そう、そういう感じかね、多分発売日が伸びる前の話だからってなっちゃうかもしれない、ごめんね。そう、上旬って言ってたよね、じゃあ2週間伸びても2月中に、なんかいろいろ難しいのかなね、いろいろ難しいんだろうねきっとね、パネル
ライトニッポンは延期前に決まってた、やっぱりタイミングがね。でもオールナイトニッポン決まっててもさ、あそこで初解禁じゃないかったじゃん。そしたら神様は切れるくらい、わかんない、ちょうどいいタイミングだから、どうなんだろうね。確かにね、いろいろどうなんだ、わからぬがわからぬですが、横毛今日すっごいなんかモヤモヤすることがあって、モヤモヤ、ちょっとまだモヤモヤしてる、モヤ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 長引いちゃう人。あ、オールナイトニッポンは生放送、生放送、そうそうそう、みんなもリアルタイムで聞いてよ。お便りもいっぱい待ってますから。そう、こうじゃないよ、モヤモヤだよ、この言葉の違い、あなたはわかるかな、あれかなってあ、迷ってる、継続、また違うのでね、モヤモヤしてるの。今日なんかね、そう、スタッフさんに言われたことでね、すごいなんかモヤモヤてる。でもなんかそれをそのまま言っちゃうとすごいなんか悪口みたいになっちゃうから、それもまたなんか多分そっちの方がモヤモヤしちゃうから、なんかここでは言えないんだけど、言えないんだけどそう、なんかね、きっと私の解釈のそのまま言ったらね、多分そう、すごいなんか、それはスタッフさんが悪いとか、多分みんな優しいから言ってくれるし、なんかそう、みんなに言いたいけど、なんかそれはそれでなんかもやもやしちゃう。こういうのはね、久南先生がね聞いてくれるのすごい得意なので、そうなみ先生、そう、次誰かな、あれかな、 NHK の歌番組かな。そう、なんか全然みんなに、全然これはそんななんかそんな隠してることじゃないか、全然言ってもいいことなんだけど、なんか私の思ってるままの言い方をしちゃうと多分すごい良くない風に、そう、捉えて良くない方向に持っていきたい人に見つかっちゃったらなんかめんどくさそうめんどくさそう。そう、世の中いい人ばっかりじゃないから、そう、通うんじゃんなら、そう、全然なんか私は大丈夫、私はね、怒ってるわけでもなく悲しんでるわけでもなく、なんかモヤモヤしてるだけなのよ。そう、だからもし4日までモヤモヤしてたら、ちょっとみーちゃんに聞いてもらうかな、そしたらね。あ、リラックマ集めてますか？集めてます、リラックマちゃん優先に集めてます。
大きくならないといいね。大丈夫、大きくなりそうだったら多分私は4日までモヤモヤしてるはずだから、もうそうなったらちょっとみなみさんモヤモヤしてることがあってって言うし、モヤモヤが大きくなりなくて全然もうなんか寝たら忘れただったらもう別にもうそれはそれで超いいこと、いいことなのかわかんないけどそうモヤっと、そうモヤっと、モヤっとモヤっとボールいっぱい投げたい、モヤっと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 、そうなんかただ聞いてほしいだけの時とかもあるんだよね結局人は。もう本当にぐちゃ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 って感じ。アキュサプリン懐かしい。そうなんか私はすごい中取りサプリっていうのがあって、懐かしい方は懐かしいと思うんだけど、例えばパーセリだと次セから始まる3文字でしりとりなの。3文字の言葉でしりとりしていくんだけど、しりとりっておしりとるからパーセリだったら次リンゴってなるけど、じゃなくってパーセリだったら次セから始まるみたいなのがすごい好きだった学校とかでやってたみんなで。だからなんか例えばみーかんってしりとりだとアウトだけど、これはりんごがアウトなの。真ん中がにんついちゃうとゲームオーバー、んがついたってことになる。みーかんだったら次かーから始まれるから、あとはなんか3文字じゃないとダメなの。あ、民家もアウト、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 んがついてるから真ん中に。あ、リンコアウト、リンコアウト、んがついてるから真ん中に。リンコぐらいかな、シティユの名前の3文字でアウトなのは。あんこもアウトで、あんこちゃんアウト。あ、パンダもアウト、そう、パンダもアウト。タンバにも難しいね、難しいね。ユミリンテレビっ子だったの？え、うん、すっごいテレビっ子だったすっごくすっごくテレビっ子だった。テレビ大好き、今もだけど今もテレビっ子だよ、今もずっとテレビ大好きだけど、そう、はっ、メール送れる時間じゃなくなってごめんね、メール5通だ今日は。申し訳ないな、申し訳ないな。申し訳ないな。それ夢中だった、夢中だったね、夢中だった、夢中だった。ということでそろそろ私は
そろそろ終わりましょうかねって感じです。あ、明日は7の日、ありがとう。明日は7の日、ありがとう。明日は7の日です。2月27、てかもう2月終わっちゃうね、去っちゃうね、去っちゃうね、2月去っちゃうね。えびっくり、2月もあと2日。あ、みかんの後はカラスってこと。そう、みかんの次はカラスってこと。そう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 、あっという間、あっという間だ。半、どうしよう、せっかくだから半ぐらいまでしよっかな。ほんだら半まで、半、半終わります。はい、10分ちょいしようかな。2月も終わっちゃうので2月終わっちゃう。あ、2月は逃げるか。3月が去る。1月は行く。1月が行く、2月が逃げる、3月が去るか。3月は年度末だね。ね、3月は年度末ですね。年度末、年度末、もうぼーっとコメントを見てましたね。3月といえば卒業式、卒業式、ダイヤ改正、イエイエイ、ダイヤ改正ね、いろいろ新しい生活が始まりますね。新しいだね。あ、琴電話イベント当たってほしい。はい、最後に告知をさせてください。はい、最後に告知をさせてください。私の
初めてのソロイベントかな、こうやって STU。 なんか写真集の時はさソロイベントとかあったけど、じゃなくってなんか STU48 としてのソロイベント初めてかな。だからじゃあ STU48 滝野由美子としての初のソロイベント、電車旅、琴電、香川県の琴電の電車旅がのイベントの申し込みが本日の23時59分までです。はい、なんかあんまりなかなかみんなと会える機会がすごく少なくなってる中、こう言って電車のイベントとかやらせてもらってすごく嬉しいです。はい、とても嬉しいです。そう、お仕事とかね休んできてくださる方もありがとうございます。一緒に楽しめたらいいなと思います。23時59分までです。はあ、ちなみに今日までなんですけど、そう、平日はちょっと難しいけど、当たったら行くね。難しいけど当たったらなんとかしてくれるってことなの？ありがとう。当落は一応28日までにされるみたいな感じみたいな感じですだよね、でしたよね。のでぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。はいですね、そう、間違いなく紙イベント、あ、明日来るかもってことかね。そうそうそう、多分そう、有給申請してしまう。そうだね、なんかもしそんなことができるのならね、ぜひなんか、そうやって来てくださるのもすごくすごく嬉しいです。そうだね、あ、当たったら何が何でも休み取ります。本当にいいの？ありがとう。28日までに、当選の方はお知らせがあって、で3月1日までに決済をしてくださいっていう感じ。学校休む準備はできてます。学校中じゃん。あ、ご当選者様に2月28日までに決済用のアドレスをメールにてお送りいたしますってことらしい。そうだから、もしかしたら明日来るかもしれないよってこと。あ、すごい。そして399,699だって、すごい。あと300ポイントで、そう、ほぼ40万。すごい、今日だけで。すごい、皆さんありがとうございます。コリダックマちゃん、ありがとう。すごい勢いね、すごい、すごい勢い。ありがとう。もう少しね、もう少しですね。ありがとうございます。あ、ありがとうね。コリラックマちゃんだけじゃなくて、無料のギフトはもう終わるので、もう終わるんであれなんですけど、またチャレンジから今日、昨日投げた方も今日また新しく、あ、私ももらってこよう。
私ももらってこよう。一回ルーム出て左上のなんか3本の線のとこ押したら、そうなんかメニュー一覧みたいなとか見せるんですけど、そこからチャレンジを押して、私全然もらってるのに受け取ってなかった。受け取り期限あるので気をつけてね。26、27日限定なので、昨日もらった方もまたもらえるようになってます。いつもありがとう。チャレンジのところから入るようになってます。あ、ありがとう。そう、もちろんこれリラックマちゃんを優先的に集めてるので、リラックマちゃんだとしてもこれリラックマちゃんだとしてもそれは嬉しいです。とってもとっても嬉しいですよ。ありがとうございます。それでは、あ、はい、ありがとうございました。じゃあそろそろ終わりたいと思います。13位にもすけさん、ありがとうございます。12位スランプくんさん、ありがとうございます。11位ケイさん、ありがとうございます。10位ケンさん、明日も笑顔で頑張りよみりん、頑張りよみりん、ありがとうございます。9位ひとつぶのもぎましさん、ありがとうございます。8位かさおきさん、ありがとうございます。7位プロフなんだ別の弊社置き場発見をパトカーいっぱい、ありがとうございます。6位おっくんさん、ありがとうございます。5位みえすくさん、リリービーありがとう、楽しかったよ、ありがとうございます。4位コペンさん、 STU 初リリービーが、リリービー心が満たされました、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。3位くんさん、ありがとうございます。2位コーラさん、イベントありがとう、ちょっと緊張しました。緊張したの？私に近かったからね、距離が。今日リリベはありがとうございました。そして1位はバリーさん、ありがとうございます。はい、ということで今日はリリースイベントすっごく楽しかったです。ありがとうございました。とってもとっても楽しかったです。来てくださった皆さん本当にありがとうございました。そして私のこっちなのかな、みんなから見るとこっちなのかな、そして私のことでんことことツアーがこのあと1時間半後23時59分までの申し込みなので、ぜひよろしくお願いします。ことでん、はい、それでは明日も多分配信はありますので、はい、ぜひ予約とかメールとかいろんなところでチェックしてくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい、バイバーイ。Yeah.